んこんにちは、かんみです。はい、今日も一緒に粘土で作っていきましょう。今日作るものはこちら、妖怪ウォッチ3寿司天ぷらのアイテム、プレーンドッグ（ホットドッグ）を作ってみようです。はい、こちらプレーンドッグはですね、粗挽きウインナーを使ったホットドッグ、ケチャップとマスタードをたっぷりかけてということで、HB を少しずつ回復してちょびっと懐きやすくなるそうです。はい、妖怪ウォッチ3のゲームのアイテムでございます。はい、妖怪ウォッチ3寿司天ぷらに出てくるアイテム、プレーンドッグを作っていきましょう。まあホットドッグですね。はい、作っていきましょう。はい、ではいつものように原料粘土を用意します。私はこのね、乾燥してもカチカチというか、こう重くならない軽い粘土ですねを使っていきます。これを黄土色の絵の具で着色していきます。ちょっとね、今日はね、夏休みなのでしんくんまおちゃんの声が多々入るかもしれません、ごめんなさいね。こんな感じで、はい、つけて、しんくんまおちゃん小学生なのでね、プールがあるんですよ。皆さんはプール好きですか？私はね、結構ね、プールは好きでよく入りに行ってた方なんですけど、最初はしんくんまおちゃん顔つきができなくてね、結構大変だったんですよまあ最近ではね、まあぼちぼち泳げるようになってきたのでね、よかったんですけどね。ほんとプールってね、いつもずっとあるじゃないですか。高校になってもあるしね、ほんとそのたんびに、夏になるたんびにさ、なんかこう嫌だなって思われたら、なんかかわいそうやなと思って、それでまあプールに行ったりっていう感じでございます。はい、こんな感じで色がつけ終わりました。ざっとですね。そしてこれをパンの形にしていきますね。ロールパン美味しいですよね。最近マーガリン入ったやつとかあるでしょ。あと黒糖のとかね、これ美味しいですよね。はい、もうちょいか。ホットドッグ美味しいですよね。じゃあ真央ちゃんが特にウインナーが好きでね、本当にいつもウインナーなんですよ。でもしんくんはね、ウインナーね、あまり好きじゃないです。兄弟ってなんでこんな好みが違うんですかね。皆さんいかがですかうちは本当に好みが分かれるんですよ。もう本当にお互い好きって、もう刺身ぐらいかな。はい、できました。パンの形にしてみました。そしてですね、ちょっとこの子はもう置いときます。はい、次ウインナーを作ります。さっきの粘土をこの茶色の絵の具で着色していきます。茶色だけだとあれか、茶色と少し赤を混ぜようかな。少し赤も混ぜます。そしてこれをこねます。伸ばして畳むっていう感じにすると、あんまり手が汚れないはずなんだが、やばい、ちょっと絵の具を出しすぎちゃいました。よいしょよいしょ。はい、色が薄いのでもうちょっと足しましょうかね。はい、こんな感じでできました。この子はちょっと置いといて、さっきのパンの子ですね、これをですね、肩気をつけてくださいね。肩なかったもの、全然ハサミとかでもいいし、ヘラでもいいかもしれないですね。これで半分に切っていきます。まだね、多分固まってないから、はい、半分に切れたらこんな感じで広げます。ワンやってるね何が起こった。こんな感じでできたらですね、このウインナーさんをね、入れたいんですけど、これじゃ絶対太いですねパンの割合に対して おかしいですね。なのでちょっと半分ぐらいにしようかな。半分、これぐらいでいいかな。でこれを細長くします。でこっちはちょっと優しくなだらかなカーブで、そしてくるんと U の字に少ししますね。
ぱホットドッグといえばウィンナーメインみたいな感じもあるのでね、このぐらい大きくてもいいかな。そしてこのもうちょっとこれを開いた方がいいな。これを広げます、もう少し。よいしょ、はい、結構広げました。そしたらここにウインナーをインします。じゃん、お、いいじゃないいいじゃない。そしてちょっと押さえちゃいます。はい、こんな感じでできました。そしてもここまでくれば大丈夫、固まっても大丈夫。次にですね、このパンがまだちょっと薄い感じなので色をつけていこうと思います。はい、ティッシュペーパーを用意します。こんな感じで重ねますね。そしてあとは綿棒です。もうこれをねちょっとバサバサにしちゃいます。なかったら別にティッシュでも何でも大丈夫です。黄土色の水彩絵の具、簡単に色をつける方法ですね。まずこの黄土色の絵の具をですねピュッと出します。よいしょ、こんな感じで出して綿棒でポンポンポンってしたら違うところにポンポンってします。ちょっと軽く。そしてこのパンの下から上に色を塗っていきます。こんな、まず下の方からポンポンって色をつけます。でね、だんだんと色のつけ具合が薄くなってきたなと思ったら上の方に色をつけていきます。ここは少し残して、あとは全部ポンポンって。そうするとちょっとパンっぽくなるんですね。全部の面していこうと思います。こんな感じで焼き色がつけ終わりました。もうこれは大体でいいと思います。パンなのでね、もうこう決まった焼き色はないと思います。ただここが下は濃くてだんだん薄くした方がそんな感じになるのかなと思います。こっちを赤で、こっちを黄色で着色していきます。はい、では赤と黄色に着色し終わりました。これは赤にちょっと茶色を混ぜて、これは黄色にちょっと黄土色を混ぜました。はい、そしてそれを細長くしていきます。していきます。こんな感じですると細長くなる。こんな感じで反対というか黄色もします。はい、こんな感じですね。これをボンドでくっつけていきます。ちょっと長かったので切ります。はい、こんな感じで付け終わりました。次に黄色を乗せていきます。またボンドを足します。粘土につけた方が良かったかもですね。まあ、ちょっとつけちゃったのでこのままでいきます。はい、できました。これで透明にボンドが乾けば出来上がりです。プレーンドッグの完成です。妖怪ウォッチ3寿司天ぷらに出てくるプレーンドッグです。スイーツデコでいいホットドッグかな。はい、こんな感じでできました。なんとね、ウインナーが大きくて美味しそうです。ただちょっとね、ウインナーがジューシーっぽさがあんまないかもしれないですけどまあでもいいんじゃないでしょうか。皆さんも作ってみてくださいね。夏にホットドッグなんかいいですよね。そして妖怪ウォッチ3のゲーム実況の方もお願いします。はい、はい、皆さん、プレーンドッグ、ホットドッグですね、作れましたでしょうか。やっぱりね、こういう食べ物系を作るとね、食べたくなりますよね。
そして美味しそうにできると嬉しいですよね。はい、ということでこんな感じで妖怪ウォッチ3のアイテム、結構美味しそうなのがねたくさんあるんですよ。そしてですね、妖怪ウォッチ3寿司の方ですね、ゲーム実況の方でね、お父さんと真央ちゃんがね結構面白おかしくね実況してますので、この辺にピヨーンと出しておきますので、もしよかったら見てやってください。そして最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価の方していただけましたら嬉しいです。はい、また見てくださいね。来週火曜日にバイバーイ。粘土はねー。